速報が入りました。はい。とあるスタッフがどうしても投薬に謝りたいことがあるということで、とんでもないニュースが入ってきました。何それ？ちょっと、入ってきてもらっていいですか？ちょっとこちらの方へ。もうカメラをね、止めず、そのままちょっと Vlog の方に突入します。ちょっと、座ってください。なんか来た。はい、ということでですね、画面を見て分かる通り、東谷くんの個人秘書のヒジーさんで、はい、よかったですかね。どうしてもヒジーさんがですね、東谷くんに謝りたいことが、まあ、あるということで、昨日東谷くんがいない時に個人的にヒジーからスタッフが相談を受けたということで、これがですね、やばすぎる内容だったと。心当たりあります？心当たりはいっぱいあるけど、なぜそんなことしたんや！やってもうたんな。え、でも車は無事やったけどな、今日。そうですね、今日は車ぶつけてないって。こいつちっちゃ。今日はぶつけてないです、はい。なんで撮ったんや。なんか撮ったん。はい。何撮ったん。ちゃんと返そう。今日持ってきてるか、ちゃんと。はい、ちゃんと持ってきました。ちゃんと返そう。はい、すいません。え、こちらです。パスポート取ったん。してんねん、ほら。パスポート取っちゃいました、すいません。返し忘れてた。あ、俺のですね。はい、俺の書いてます。はい、書いてます。あ、俺です。はい。全然変わっちゃうよね。これでも全然いけたらイタリア適当にスタンプ打って恐れた。日本人のパスポートってめちゃくちゃ信頼度高いから高値で売れるらしいわ。売るな。日本人のパスポート100万円ぐらいで売れんねん、はい、らしいっす。これマジっす。これマジなんです。聞きました。日本のパスポートあったらいろんなお金借りたりいろんな国に行けたりしちゃうから、そうそう、偽装するのにすごいなんかいいらしいんですよ。そう、まさか売るわけじゃなかったよ。そういうわけではないです。どこの人やね。なんで取ったんや。え、何これ。グアムに行くためです。グアムに行く。じゃあしゃあないな。どういうこと。とあくもな、グアム行きたいやろうか。グアムは行きたいですね、うん、はい。ちょっと持ってきて。すごっ、すごっ。、はい、こちらをですね、はい、進呈します。すごっ、なにこれ。はい、これ。グアム旅行券。はい、グアム行っていい。そうですよ。俺グアムって人生で行きたいとこやねん。そうなの。グアムってさ、やっぱさ、日本人の行きたいところベスト3には絶対入るやん、はい、やっぱハワイ、グアム、沖縄みたいなもんあるやん。沖縄最後にエントリーされたけど。いやでも入る入る入る、はいはい、グアムはいい人生で行ってみたいよ。ここはなんか比較的あのジジイになっても行けるから、うん、前回は候補から外れたんですよ。で、イタリア行った。そう、イタリア行ったんですよ。なるほどなるほど。そう、なんと実は東亜に内緒でグアム遠征を計画しておりました。何ヶ月も前から僕やヒジ、そしてスタッフ、Vlog 班、小安田班が結託して綿密に計画を立ててきました。はい。そしてグアム遠征、小安田ロケも決まっております。小安田の都市伝説スポットなんかもですね、回ろうと思っています。グアムって都市伝説ある？グアムにもたくさん伝説があります。な、これ何？これ。これはグアムのなんかあれちゃうな。これグアムの有名なやつ？グアムのスイカみたいなのちゃうか。やめてみてこれ。なんか普通ここもっと有名なやつ来るんちゃう？まあ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 いいじゃないですか。あ、すみません。グアムといったら皆さんどんなイメージがありますか。例えばね、南国よ。南国の中でも、例えばその戦争のお話でいうと横井翔一さんがね、長年あそこに隠れ住んでいて発見されて日本にね何十年ぶりかに帰還したなんていうエピソードもありますし、あれグアムやったんや。現地にしかいない種族、一族もいたりとですね、いるんですけど、伝統的な一族とかね。そう、それがですね、ちょっとまだ伏せますけども、実は魔法が使えたりするんですよね。そういう一族もいたりとか、であとはですね、実は巨人伝説とかもあるんですよ。そうなん。だからね、実はグアムめちゃくちゃ都市伝説スポットもあるんで、ただのバカンスではなくちょっと仕事としても行ける。まあグアムといったらまずこのイメージですよね。綺麗な海、リティディアンビーチ。はいはいはい。これはもういろんなところのパンフレット見るの。白なんよな。白浜ですね。そう、白浜。白浜って言ったら和歌山っぽくなるやつ。あとタモンビーチ、もう海めっちゃ綺麗これ。すごっ。南国っていうのがもうぴったしね。こんな綺麗な海をね満喫できる。ウォーターアクティビティも充実してるんです。これね、はいはい、パラセーリング、これも一緒にやりたい。確かに。で、あとバナナボートね、イルカもいますよ。他にもダイビング体験、シュノーケリング、海の中を歩けるアクアウォークなど、ウォーターアクティビティだけでも楽しませてくれます。あとね、個人的に行きたいところはこちらなんですけども、はい、ハガニア地区っていうのがあります、はあ、僕が見たらこちらなんですよね。大砲、すごい海賊っぽいでしょ。すごくないこれ。撃てる？撃てます。撃てるんす。多分撃てます。
すげえ。香港行った時もこういうのあってさ、何時かを知らせる空砲を鳴らすんよね。実際こう残ってるって。ワンピースやん。そうだ、これ300年以上前の大砲なんだよね。へえ。もうめっちゃテンションが。あと最近話題になりつつある壁画アート、これも見れるということなんですね。ほう。見どころはもうめちゃくちゃなんですよ、立体的なこう、はいはい、カニやカニ。そう、森のような入り口から千段の階段を降りた先に絶景が広がっている隠れた名所とかもあるところで。何それ、すごくない？すごい。あとはね、チャモロ料理。チャモロ、そう、実はそのチャモロっていうのは現地の方々のことを言うんですけど、はい、このチャモロの料理がめちゃくちゃうまそうなんよな。そうなんや。グアムって日本の統治下だったり、スペインだったりアメリカっていろんなところの文化が入っているから、いろんなご飯が食べれるんですよ。ほう。他では食べれないものばっかしなんで、めちゃめちゃ美味しいです。すごいな。僕は Vlog でも取材に行こうと思ってるし、はい、ザ・サイレント・ドッグの MV も撮ろうと思ってるんですよ。これみんなに楽しもうと思って、このプレゼント。すごいね、これ。はい。そのために、この秘書のヒジが犯罪を犯したんです。そうですね。勝手に撮らせていただきました。まあ、よく物撮ってるかな。よく物撮ってないですよ。今回が最初の犯行じゃない。そんなことないんですよ。何撮っとんねん。撮ってないです、撮ってないです。今紹介した中でどれが興味そそりました？やっぱ、うん、謎の一族っすよね。そうよね、チャモロ人。魔法を使える。そう、チャモロ人って言うんです。これがめちゃくちゃ面白いんだよね。それ言ったら、うん、あのめちゃくちゃ童貞のおじさんが出てくるとかいうオチじゃないですか。なんだなんだ、童貞のおじさん。いや、なんか30歳まで童貞やったら魔法が使えるみたいな話あるじゃないですか。あ、はい、70歳ぐらいまで童貞やったらもう大賢者になれるみたいな。だから最強のグアムの童貞が出てくるみたいな。じゃあさ、いたとしていいや、あって何するの？多分極めてるんよ。あ、そう、うん。実はですね、グアムって最近ね、ブームみたいになってるようなイメージあるじゃないですか。言ったら段階の世代とかでね、言ったら円高になったから海外に行きやすくなって、僕らのお父さんお母さんの世代がよく海外に行ってたイメージもあるんやけど、実はですね、信仰というか関わりとしては江戸時代ぐらいからあるらしくって、日本人としてアメリカに初上陸したジョン万次郎とかもグアムに行ってますし、ね、で明治期に数百人の日系人の子孫が日本から移民したり、結構深いつながりがあるんですよね。はいはいはい。グアムとチャモロ族のですね、歴史とかもですね、めちゃくちゃ僕勉強してきたんで、でそういうのを現地でちゃんと取材がてら発表させてもらいたいんですよね。すご、先祖の例であるマナニティっていうのがあるんですけど、呼びかけることで病気を引き起こしたり治したりする力が、だから引き起こしもできるの？そうそう、だから呪いをかけたり。じゃあ舐めた口聞いたら病気にさせられるってこと？そう、だからお前も童貞にしてやろうかみたいなこと言われますよ。童貞には戻らんやろ、どう考えてもそれは無理やろ。はい。どういう笑い方してんの？だから魔法使いから病気を引き起こしたり治したりもできるし、はい、あとは未来の出来事を予知したりとか、雨を降らせてお魚はね大量に、まあ、それは無理やろ。できんねん、それ。雨は降らされへん。いや、俺でも雨やまされるから。え、勝負や。雨降らされる現地の人間と雨をやまされる最終兵器、俺日本の。ここまで見ない番組いらんのよ、そんな。今言っただけでもめちゃくちゃ興味あるでしょ。めちゃくちゃ調べたんよ。何それ。これね、巨石、これね、ラッテストーンっていうんだけど、これね、謎すぎるんですよ。マジでこれ分かってないのがあるんやけども、こんな巨石がね、めちゃくちゃあるんよね。ミステリーの島なんですよ、もう。グリードアイランドです。あ、だから、グアム。略して。いや、もう略し方がおかしいならね。このチャモロのね、伝統的なカヌーの船があって、サクマンってあるんだけど、はい、カヌーの船って聞いたらちょっとね、しょぼく感じちゃう。ちょっとなんかちっちゃいイメージとかね、そうっすね、嵐来たらちょっと倒れちゃいそうイメージありますやんか、はい、このね、サクマンもすごくて最大で100人乗せることができるとかね。稲葉も聞かよ。でもそれでも結局100人なわけですよ。おー。でもどうやって石を切って運んできたのかって謎とかもあるし。確かにあんな巨大なね。そうそう、だからもう宙に浮かして持ってきたんじゃないかみたいな。古代の祖先タオタオモナは実は巨人だったんで、説もありますし、めちゃくちゃあるんで、楽しみながらも都市伝説をまたお届けできればいいなと思って。ほら、今年前半はね、始球式もあったし、小安さんも100万人行きましたし、はい、そっからゼップ2公演やりました。お互いたくさん仕事したと思うんです。確かに確かに。区切りじゃないけども、はい、ちゃんと僕ら、そして関わる小安さんスタッフみんなで一回ね、休みがてら都市伝説の取材を海外に行こうという感じで実現しましたので。意外よね、なんか東亜君がアウトドアみたいな感じのイメージないから。グアムとハワイは1回はやっぱ行きたくないですか。いや、行きたい行きたい。で、しかもグアムね、近いんですって。3、4時間で行けちゃうって。え、グアムってそんな近いの？そんな近い、だからハワイの半分ぐらいで行きちゃうらしいんですよ。ミョン、ちなみにありますか、はい、海外は。海外はアメリカは行ったことあります。なるほど、じゃあグアムもアメリカ領ですから今ね。あ、そうか、そうそう、ね、俺らは行ったことないから、アメリカに。あ、そうなんですね。だから先輩ですね。初 USA 上陸ですよ。ミョンも今回 Vlog 班
んとしてついてきますから。はい、もちろんです。みんなで楽しく旅してね、 Vlog 回そうよとかね。お願いいたします。寮はちなみにどこが楽しみなんですか？僕はですね、さっきはチャモロ料理いっぱいお皿に乗ってるらしいんで、うん、もういっぱい食べたいな。食いしん坊やん。中華料理でいいやつ。そんなこと言わんといて。いっぱいお皿に乗ってますけど、あっち。ケーキは中華料理出ないでしょ。はい、すいませんでした。はい。生地はここがいい。僕はあの東屋さんがおごっていただけるならぜひ行かせていただきたいと思います。出ませんね。あ、取られた。その分の現金の方が欲しそうなんでね。あ、それはそれで。でも東屋さんは変えられないんで現金、うん、はい、だから僕たちさ、エジプトとか南極とかこれから都市伝説を求めて行きたいところたくさんあるじゃないですか、はい、まずは一旦体も休めなきゃいけないから。エジプト行ったらもう取材しかないでしょ、多分日程的に。だからもうグアムって半分はちょっと休むっていうつもりでも今回行こうと思った。確かに確かに。はい、そういう意味でちょっとサプライズで、大変やったな、ひじな。大変でした、ほんまにバレそうで。トウさんも察しのすごいいい方なので、うん、みんなにグアムの打ち合わせせなあかんねんけど、トウヤ君が帰った後とかにみんな集まってする。そうなんですよ、ね、そういう時にかけてトウヤ帰らへんのよ、なかなか。グタ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 寝ながらスマホさーって帰らへんよ。仕事してるんや。それの苦難を乗り越えてこの日を迎えた。確かにグアムは全然気づいてなかった、はい、マジでびっくりした、はい、でも今日のこの Vlog 撮影だけは実はあるんじゃないのかっていうことをリークした人がいます。誰ですか？ミョンって言う。マジ？どこ？ Vlog のスケジュールにアット小屋って書いて、小屋スター終わった後に撮影するんですけどみたいな。確かに俺はあっとなくて、ひじと話してこの予定を確認しますかっていうことを言うたんやけど、はいはい、俺は Vlog に対してブチ切れとったから、当日の夜に送ってきた予定は無効ですと、はい、この予定はもう認めませんと、だから確認はしなくていいですって言ってて、ひじは多分命救われとったんやけど、そこで。あ、でも一緒にいたよな。やっちゃった。これ東屋さんもいるグループだ。その東屋さんとのやり取り全部ミョンさんが送ってます。優勝してこんな状態ですって。これ僕どう立ち回ればいいですか？そんな慌てふためいているヒジーのスクショ、右上に何が出たんだっけ？星名と犬系彼女の見ながら片手間に送ってたんですよ。こいつマジで舐めてて、仕事であのスクショ送らなきゃ瞬間ってあるやん。だいたい通話中へとスクショ上青いで、ね、なんでやねんと思って今度からトリミングします、ちゃんと。誰と話してんねん。バレるんじゃなかった、ヒヤヒヤしたもん、ね、あれはバレてた、危なかったよ。またドッキリバレるとこやった。ほんと怖い。ミョンすぐドッキリバラすからな。ヒヤヒヤでしたね。ヒジーもさ、テンパってさ、ドッキリとかではないようですって送ってたからさ。電話最悪。言ってもてるよ。いや言ってない言ってない。お前はマジでよ。しかもさ、トウヤ君の予定今なかなか抑えられないから、はい、前もって無理じゃん。そんな連泊を抑えるね、絶対突っ込まれや。どうやってごまかしてたん？なんか小屋スタのロケ入るみたいです、ここ押さえさせてくださいって言って勝手に押さえました。でも10月ですから、細かい日付は言いませんけども、どこか分かってへんもんな、スケジュール。うまく巧妙にごまかしてくれたよ多分。ごまかすんだらめっちゃうまいんかもしれない。まあよくやってるからな。やめてください。なんかちょっとごまかしてるみたいな印象操作を。ということでね、みおんさん、小屋キー何ログですか今日は？小屋キー G ログです。グアムの G ですよ。グアムの G ですから、うん、G になってますか。ということでグアムについてはですね、2ヶ月前に急に決まったことなので、俺もそわそわしてます。僕の人生の中でグアムに行くっていう選択肢あんまなかったから。初アメリカやもんね。そう、俺も初アメリカやからめっちゃ楽しみにしてんだよね。 Nice to meet you。 また何の練習してんの？一族と会った時の練習。いや外ロケ用の関さんのテンション今の。それぐらいのテンションでやっぱいいかな、飲まれるかなと思って。ハローショーミーマジックこういう感じで。どういうことなんですか？マジックを見せてくださいみたいな。今後ね、こっそりサプライズをする可能性があるんで、どこ行きたいか、どこ行きたくないかだけちゃんとちょっと教えといて。そうです ね。いやまあグアムとかやったら全人類行きたいと思いますよ、基本的には。いや思うやんね、うん、でもハワイと何がこうどう違うのとかさ、意外と知らない人も多いと思う、まあ、正直知らんかった俺は、まあ、ハワイとかいいや、彼女と2人で行ってきた映画ですよね、はいはいはい、グアムってなかなか選択肢もないんですよね。だからちょっと僕楽しみなんだよね。確かに、うん、で行きたくない場所、あのちょっとあのそこはちょっとサプライズやるとか。行きたくない場所、うん、国内の微妙なとことか。誰も聞きたくないよそんなの。国内で微妙なとこ。具体的に言ってその海外とかだったから。ピー入ったよ。ピー入ったよね。本当にやめたくないから。どちらかというとちょっと連れてかれてそっち行かれるタイプ。とか。紛争地域だ。うん
とかもちょっと無理かな、今ね、ちょっとね、揺れてますからね、うん、はい、そういうとこ以外やったら、うん、あんま知らんねんな、なんかちゃんと、なんか俺、イタリアもベネチア行きたかったから、ベネチアに行くって知ったら、イタリアって最後の晩餐あるらしいとか、そういえばバチカンもあるわとか、なんかいろいろ思い出したんよ、行くって決めてから、何がどこにあるか、正直よく分かってなくて、うん、でも大体行きたい。珍しいものとか、ザ有名なものとか、僕らなんかも4年間都市伝説やってますから、ほぼいろんな場所を網羅したんじゃないですか、人通りは。グランドキャニオン一人で行ってこいとかはきつい、何でも一人はきついよな。そう、あとは夏にデスバレー行けとかもきついよな、50度超えてるし、それはきついしな。今さ、グランドキャニオンとかもエアーズロックだったっけ、全然違いますね、ここ、あっちとこっちどっちかだ、両方そうや。昔は入れたけど入れない部分であるでしょ。グランドキャニオンもそうな、そう、エアーズロックは上登られへんし、もともと聖地的やったけど、グランドキャニオンもなんか危ないところが出てきちゃったから、安全のところまでしか行けないみたいなあったはずなんですよ。今のうちしか行けないことも多分あるんじゃないかなと思うと、確かに行けるうちに行っとかんとな。妙に旅行嫌いって言ってた、そういや。なんかそんなこと言うの、グアムでみんな行きたいねって盛り上がってる。俺ずっとさ、違和感を覚えてて、とやく行きたくないとこあんのって、うん、普通そんな質問せえへんや、うんうんうん、そういや、うちのスタッフにおったら旅行嫌いなやつ、誰やっけ、ミョンやんっていうのを思い出して、いいんですよ、そんなことは。なんでそんなさ、こんなポーズしてるの、アラベスクみたいな。まさかそこ疲れると思ってなかったんですけど、身を守ってます。ミョンも本当にザ・インゲンやんか、うん、大阪で、はい、USJ で遊んだりとか、はい、もう熱中症になって疲れ果てて、外ではそんなことないから、もう疲れちゃった。外ではそんなことない、翌日バッタリしちゃったもんね。そうなんです。そんでなんか洗濯してこけて尾てい骨打って、よれよれのじじみたいな感じでステージだったもんな。ガンとかね、バレないようにね。バレてたよ、全員に。全員ね、ツイートしたからね、うん、いいんですよ、その話は。尾てい骨フィニッシュ、この動画よくないっすよ。でもどこ行きたい。え、あ、まあ、ね、美味しい料理が食べれる。中華料理でええやん、そりゃ。都内の中華料理、都内で十分。八王子とかえ、でもグアムの料理食べるめっちゃ楽しみ。イタリアでも料理って死ぬほどうまくて、パスタとかがやっぱ発祥の地やったですね。カルボナーラとかが、まあそうだね、死ぬほどうまいカルボナーラとかが存在するんですよ。そう、グアムも死ぬほどうまい何かを見つけたい。今回ですね、現地でいろんなこと案内してくださる方の段取り済みです。すべて完璧に段取りしましたんで、楽しみにしてください、グアムの案内人、ね、そう、いや、ヤス、ヤス沖縄の、あのライン行けるから、あの赤道あたりまでオールオッケーですみたいな。ポケモンサンムーンで大木戸に似た人出てきたじゃん。ナリア大木戸ね。ヤスのアローラの姿。ヤズーみたいな。こんだけも話としては楽しいんだよ。楽しい。だからね、それまで取りだめをたくさんしないといけないし、確かに確かに、僕たちの新しく始まるあれもあるじゃないですか。あれもありますね。いろんな準備がね、そのスタッフ一生懸命頑張ってくれてるんでね、はい、優しくしてあげてください、スタッフには。いつも優しいよはい、ということで、ね、本日のコヤッキー Vlog いかがでしたでしょうか。久しぶりに東亜君とね、こう動画撮ったのも良かったんですけど、コヤッキースタジオからですね、来てくださっている方もいらっしゃると思います。あ、はい、ありがとうございます。なのでコヤッキー Vlog の方ですね、僕のプライベートなこともどんどんやりたいこともやっていくんですけども、東亜君とたまにはこういう風な動画を撮ったり、音楽のことやってたりするので、ぜひね、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。高評価もよろしくお願いします。ひじくんまがさっきどうかですか。はい、皆さんグアム楽しんでください。僕に連れてってほしいです。ほんまに行きたい。ほんまに行きたい。仕事やで、これ多分。でも行きたい。そうだ、ただでグアム行きたい。ひじ、あのグアムのぼったくりバイトしよう。潜入調査ね。何ドル取られるか、うん、歌舞伎町とどっちが高いかはい、というわけで、それではまた明日お会いしましょう。バイ。